美術作家の風間幸子です。技法のメインは木版画 で白黒を主体に作っています。で題材的には日常的に自分なりに思った疑問とかを深く掘り下げてリサーチしてからこのモチーフをこう集めて、でそれを一つの絵の中に、例えばその現代過去未来全部集めて一つの絵の中にこう押し込めるっていうような、そういうような作品を作ってます。今回の作品は原子力産業の源流をテーマにした作品と、あと震災後の社会を自分なりにこのなんか突き詰めた作品っていうのを作りました。で、震災直後に作った作品っていうのは津波だとか、あとその原子力の事故だとか、そういうことを本当にストレートに題材に過去の歴史も遡りつつ、主役の根源というのが何なのかということを突き詰めて作った作品です。で今回 その新作のこの作品は震災後 その社会の空気っていうものを自分なりに感じ取って、それを作品にしたものです。で結構震災直後っていうのは絆だとか助けだとかっていうような、すごい優しさにあふれたヒューマンな言葉があふれたにもかかわらず、水面下では結構罵詈雑言が飛び交ってて、でこうネット社会なんか特に何かこのフラストレーションをこの人にぶつけるよう なんかそういうよう なんか空気がすごくなんか気持ちが悪く感じて、でこの作品を最初に考えたのは実際は震災前なんですね。本当は監視社会っていう大まかなテーマを決めてまして、システム的な監視社会、お互いをこの監視するっていう、でそれとイービルアイっていう、その邪眼っていう目の力が何かいろいろ影響するっていう、その呪術的なところをこの重ね合わせた作品を作ろうかなと思ってる矢先にこの震災があって、これはもう監視社会じゃなくて自分でまずもっと先にやらなきゃいけないことがあるなと思って、でその震災をどういうふうに捉えてどういうふうな仕事をしたらいいのかっていうのに悩んで1年間かかって、でやっと自分なりに表現して、じゃあ次に前にやろうと思ってたその監視社会っていうのを本当今の現実の中でどういうふうに捉えるかっていう時に、やっぱり監視っていうのが何かこの公のものからこの市民をこの見るっていうことじゃなくって、やっぱネット社会でこの相互監視、お互いがお互い その何か上げ足を取るような、何かこのネットっていうものを通してパソコンの前の善良な一市民が何かこの独善的な意見をこう言ってることが、それがお互いをこう傷つけ合ってるとか、例えば炎上だとかディスりだとか、そういうような空気とその監視というのを一緒に考えてみた方がいいんじゃないかなって思ったんですね。単刀直入に言うと怒りっていう感情ですね。まあ、疑問から始まって次に来る怒りっていう、過去を遡ってこの本なりテレビなりのドキュメンタリーなりで得た情報でもかなり怒れるんですよ。わーって結構共感しちゃって、すぐになんかこのバッとそっちの方に気持ちがいっちゃうん でそれを原動力にしてます。その今回 あのキャッチフレーズに来たるべき風景っていうのがありますよね。本当に来るのかっていうのが疑念っていうか、未来っていうのが明るいっていうふうに思うこと自体が間違ってるんじゃないかなって。だから例えばもっと絶望を感じて、絶望の淵からこう這い上がるぐらいの負のエネルギーを持ってしないと改善されないものがたくさんあるんじゃないかなって思ってます。なんか心の選択ができるとかそういう展示ではないかもしれないですけども、でも一番今みんなが持たなきゃいけないような何か引っかかるものっていうものが何か一つ二つでも得られればいいなって私は思っています。